私たちシニアのシルバー大ラーニングしようと申します。シルバー大学校を拠点にいたしまして、まだまだ若い人に負けないような踊りを披露したいというふうに考えて活動しております。今回は皆さんよさこいチームなんで、私たち違う踊りを披露したいというふうに考えています。まず最初に、ここ観光の道の駅なんで餃子運動というのを踊りますので、皆さんぜひ覚えていってください。で、餃子の振りだったら、まあ、皆さん一緒に餃子を作っていただければありがたいというふうに考えております。では皆さん見てくださる方に礼。餃子になります。餃子をこうやって作ってもらえば大丈夫です。これやったっけ、団子になっちゃうね。餃子、美味しい餃子。そうだね、美味しい餃子今探してるんで、なるべくこう、そんな美味しいの耳まで感じてます。まだ難しくありませんから、一緒だって踊りたい。その後は今度、ダルコではパイプで踊ります。少しだけキレ、よさこよりキレを少し踊りに入れてます。40代しか見えない。少々お待ちください。じゃあで、皆さん今桜なんで手元に桜。はい、ではお待たせいたしました。それではシルバー大ラーニング師匠の皆さん、お願いいたします。はい、簡単な踊りですよ、覚えてください。Oh,
めましょう。